栄養素は、ね、今日本ではかなり平等に与えられてるんだけれども、でもうまくチョイスできない人が病気に近づいていったりするんじゃないかなっていう、そういう現状です。ダイエットの基本っていうのはやっぱりここなんですね。糖質を取りすぎて太ってるっていうのがもう現状なので、もう基本はここです。糖質に対してどういう考え方、どういう措置をするかっていうことになるので、食事しました、血糖値上がりました、インシュリンが分泌されます、細胞に糖を運搬します、余分な糖は肝臓にグリコーゲンとして貯蔵します、さらに残った糖は脂肪細胞へ貯蔵されます、その結果が肥満ですよ。発酵食品の4つの重要な機能っていうのはちょっと黒文字太文字で書いてます。栄養素が分解されてて体に吸収されやすいです。分解された栄養素が新たな効能、ね、ビタミンとかミネラルっていう新たな効能を生み出すよ。微生物の働きにより新たな栄養素を生み出す、ね、働きもそうだし、ビタミンミネラルという栄養素もそうだし、そして食品の毒性が下がります、ね、保存も効くようになりますっていう、そんな感じ。現場でぜひ、ね、それを活かしてこう活用してお客様の信頼を得る目的はそこです。お客様にいい結果を出してあげるっていうことももちろんですけれども、信頼を得たら本当にこう全てうまくいくっていうことなんですね。